はい、早速本日のお題を読んでいきます。ごめんなさいという機会はあなたの欠けている部分を知る機会。こちらのお題を今から読んでいきます。ごめんなさい、謝る言葉を述べた瞬間は常にあなたが成長できるチャンスです。相手に迷惑をかけてしまったらごめんなさいと言いますよね。不注意かもしれませんし、すれ違いによる喧嘩や迷惑をかけたことなど様々なシチュエーションが考えられます。いずれの場合にせよ、自分が悪いのです。自分に欠けているところがあったために相手に迷惑をかけてしまったということです。ごめんなさいと謝る瞬間は自分の欠けている部分に気づくチャンスです。欠けていた部分を振り返ればあなたは成長できるチャンスに変えることができます。相手に迷惑をかけた時に頭がいっぱいになり、自分の行いを振り返る余裕はないかもしれません。ではせめて一呼吸を置いてからもう一度自分の行いを振り返ってみましょう。すぐは難しいでしょうから、少し時間を置いて冷静になってから自分を振り返ってみましょう。落ち着いて考えると自分の過ちを認めやすくなります。今日の格言、ごめんなさいを気づくチャンスに変える。よくわからん。どういうことだ。自分の欠けている部分に気づくチャンス。謝る瞬間は自分に欠けている。よくわかりません。もう一回ちょっと後で読み返します。全然頭に入ってこなかった。ということで、本日はこの辺で。ありがとうございました。